サブチャンネルの投稿めっちゃ空いてました。どうも、ゆうちすけです。唐揚げを作ります。ちょっとね、こう入院の直前に鶏肉を買ってたんですけど、冷凍庫にね、ぶち込んで入院してそのまんまになってた鶏肉があるので、まあ冷凍してあるので大丈夫でしょうということで、唐揚げを作るよ。熱通せばいけるよね、多分ね。ご飯炊こう、ちょっとご飯を炊きます。炊けるのに合わせて作ろうということで、一回切ります。よし、炊けた。汁がやばいな。解凍した時の汁やば。大丈夫ですね。ちょっと醤油もったいない、多くしちゃった。油はさすがにないよ、この生活始まってから。ちょっと怖いね。ちょっと、まあちょっとだけなんで大丈夫でしょ。2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、6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 8、59、60、61、62、63、
の境目がなくなってしまった。やばい。あ、久しぶりだとこうなるのね。暇だね。油が沸くまでは暇ですね。あ、ちょっと引っかかってる。おおおおおお。ああ、いいね。いいね。唐揚げってテンション上がるよね。いつ食べても。完璧、あ、いた。完璧すぎるな。完璧すぎてテンション上がっちゃうね。
ダメだ、いけばなかった。これ足細くなってんの分かるかな、ちょっと映るかな。これマジでね、あ、わかんねえか。左足がねすごい細い、細くなっちゃったんですよね。やばい、これ筋トレ大変だよね、多分復活してからね。あ、強い強い、唐揚げはいつ見ても強い。食べれば食べるほどお腹が減る唐揚げ。できたできたできた。ほらこう、あーもううまそう。ハイボールが欲しいところではあるね、間違いないんだけどな。ちょっとコンビニに買いに行くの大変だからな。よし、あっぶどー、あぶねー。できたできたできた。こっちのがいいか、サムネ。じゃあ食べますよ、磁石。熱いよな、どう考えても。完璧だよね、完璧。あ、ちょっとアル中手の震えは入院しても治らない。あっけ、うまっ。メインでも何回も紹介しちゃってる唐揚げのあの揉み込みはやっぱ40回がベストな気がする。何回もウーバーイーツで唐揚げ専門店のやつ頼もうとしたけど、やっぱね作った方がうまい。いや、それ絶対専門店の方が美味しいけどね。なんだろう、気持ちが入る。あ？うん、汗が垂れた。完璧、中の火加減が完璧すぎる、マジで。あっ、ハイボールは最適解だと思っていたけど、意外とご飯が入ったら唐揚げとハイボールじゃなくて水でも最適解な気がしてきた。ハイボール飲みて、うん、うん、大満足だ。コメントで食材デリバリーサービスってのを教えてもらったので、ちょっとねそれを調べてまたメインチャンネルの方の投稿頑張っていきますので、これからもどうぞよろしくお願いします。ということで、あとゆっくり食べようと思います。じゃあまたね。